新宮城。新宮城は、和歌山県新宮市にあった、日本の城である。別名は、丹、角城。また、沖見城とも称された。城跡は、新宮城跡府水の家墓所として、国の史跡に指定されている。新宮城は、熊野川沿岸の田津原と呼ばれたあたりの小高い、丘である丹鶴線、現在の和歌山県新宮市新宮麻丹鶴に、 気づかれた平山城である。別名、丹鶴城は、元子の地に、源のためよしと熊野別島の娘の子である丹、鶴姫の住まいがあったことによる。ちなみに、堀内新宮城、別名、堀内屋敷を築城した堀内市前に、熊野地方を統治した新宮市の祖とされる、新宮十郎行家、源の頼朝のおじは、丹鶴の弟である。現在の地に築城したのは、 朝の忠義であり、一国一条例により一度排除した、あと、忠義が再築城した、新宮町には、大、小の天守屋二の丸、水の市時代には、金の丸などがあった。松丸のある姿となったのは、水野二代、主吉の頃である。堀内市時代の、堀内新宮城、堀内屋敷の城跡は、全隆寺の境内となり、寺の西側に、水堀が残る。 朝の水野市時代の新宮城の城跡には切り込み萩の石垣の他に打ち込み萩の石垣も残されている。1952年昭和27年には新宮城本丸周辺は民有地となっており当時旅館業を営んでいた業者が旅館二の丸入り口都藩、戸坂川上り口本来の水野市時代の二の丸は 現在のマッサーキ保育園の場所に位置すると本丸を結ぶケーブルカーを運行していたが、ケーブルカーは1980年、昭和55年に休止し、1990年代に正式廃線となっている。現状は民有地時代のケーブルカー跡なども残るが、本丸のほか主な上域が公有地化されて、丹鶴城公園となっており、 和歌山県朝日夕日百選にも選定されている。地下には規制本線のトンネルが通されている。また、東側の一部は天理教南海大教会の敷地の一部になっている。現在、新宮市では天守の再建も視野に入れた整備計画が進行中である。もともと田津原と称された、この地には平安時代末に、 熊野三山を支配した熊野別島の別邸が建てられ、その後代々が居住したと言われる。源のためよしは熊野別島の娘のもとに通い一女一男を設けたが、その女子が丹鶴船及び丹鶴城の別名の由来となった丹鶴姫である。丹鶴は後に熊野別島第19代となる行犯に嫁ぎ、行犯が死去すると啓発して鳥居前にと名乗り、 1130年、第15年、丹鶴戦に、夫の母大を弔う、東戦寺を混流した。堀内市の、堀内新宮城、堀内屋敷は、天正年間、1573万1593年に、熊野地方を統治した、堀内安志望主自然が構えた平城であり、その城跡は、新宮市地方にある、全粒寺、新宮城主、水野茂中。 十の母大寺に位置し、西側に水堀の一部が認められる。この堀内氏の居城は、堀内氏が関ヶ原の戦いで西軍方に就いたため、東軍、徳川方に寝返った、桑山和春により攻略された。ちなみに、前隆寺の近くにつけられた、鳥出市町という地名は、自然の鳥出があったことによると言われる。変わって1601年、慶長6年、奇襲藩主となった。 朝野義長の重臣、朝野忠義が築城を開始し、丹鶴船にあった東千寺及び、甲、林寺、岡林寺、堀内氏時,時代以前、熊野早玉大社の神宮寺、現、総王寺を移転させ、翌1602年、慶長7年に城を築いた。1615年、現長年、一国一条例により、廃城となる。その後、1618年、 現那四年に再び築城が認められると、浅野忠義は熊野川沿岸の新宮城の再築に着手した。1619年、現那五年、完成を前に、浅野氏は、ビンゴ三原の三原城、現在の広島県三原市へ転望し、徳川頼信が奇襲藩主として入国して、以後、富賀老、水野重中、十王が城主となった。は、 朝野市の築城を継続し、二代、茂吉の時代の1628年、寒永五年に、城下の殿寺であった伊佐田に堀を設け、城は1633年、寒永十年に完成を見たが、その後も三代重上が、石類などを増築し、1667年、寒文七年、現在に見られる、金星城郭が完成した。年、寛文年、 地震により、松丸が崩れている。また、1707年、法永4年の法永地震による石垣などの被害は、幕府に届け出るため1708年、法永5年に作成された、紀州新宮城へず見られ、翌1709年、法永6年に大補修工事がなされている。さらに、1808年、文化5年には、暴風により被災している。 水野市の居城として明治維新を迎えた。1869年、明治2年、水野忠だしみの方の宝線後、新宮城の下屋敷に新宮藩の藩庁が置かれ、1871年8月、明治4年7月には廃藩地県により旧藩庁に新宮県庁を置かれたが、1872年1月、明治4年11月に和歌山県と合併した。 1873年、明治六年の廃条令より、天守などの建物を払い下げ、1875年、明治八年までにすべて取り壊されて、救済は寺院などに転用された。1891年、明治二十四年には二の丸、上屋敷跡に、天理教南海大教会が開設され、1972年、昭和四十七年に移転すると、 天理協会婦人部が経営する現在の、正明保育園が開けしている。1920年、大正9年、伊佐田地、伊佐田の池とも呼ばれる堀の埋め立てが着工され、1922年、大正11年には大部分が、段鶴町として造成された。1952年、昭和27年、金の丸跡を中心とした民営の旅館、二の丸が開業し、 日本一短いと言われたケーブルカーや遊具が設置され、ビアガーデンも開設された。ケーブルカーは1954年、昭和29年に建設されたもので、定員10名、軌道約100メートル、駅間88メートルの距離を運行していた。その後、1979年、昭和54年10月に、旅館のあった金の丸や松丸を除き、新宮市が、 本丸跡及び途上道の全範囲を買収。1980年昭和55年には主要部分を買収し、丹鶴城公園として本丸、出丸、金の丸、松丸跡などの整備が開始された。ケーブルカーの運行は1980年昭和55年11月、道子比殿下、当時の訪問時が最後となった。1983年、 昭和58年10月、江戸宣家を創始した茶人である川上伏郎の検証碑が天主代のあった石垣の下に混流された。伏郎は1719年、享保4年に水野市の家臣のもとに生まれ、石踏みには伏郎が好んだという、西風西宝来の文字が彫られている。また、1985年、昭和60年3月に丹鶴姫の碑が、 本丸跡に備えられ、1986年、昭和61年10月には、村井正成の記号による、与佐野広氏の家避が建立された。2003年、平成15年8月27日、新宮城跡は、水の家墓所と共に、新宮城跡府水の家墓所として、国の史跡に指定された。2017年、平成29年4月6日には、続日本100名状。 167番に選定されている。新宮城は和歌山県の東南端、熊野川の右岸に位置する炭鶴線に築かれた。昭法年間1645から1648年に諸藩が幕府に提出した昭法上絵図の一つである、木の国新宮城の図には、熊野川に突き出た新宮城の縄張りとその城下町が描かれている。 その絵図によると、城山には、天守台と本丸、分離下で丸、金の丸、松丸があり、西側の山麓には二の丸、上屋敷や下屋敷、また、水の手の船着き場まで、上下連隔式に配置され、現状とほぼ同様の構造が描かれている。1667年、漢文7年、増築は、水の三大重絵により完成し、規模は、東西180件。 約324メートル、南北110軒、約198メートル、周囲540軒、約972メートルであったと言われる。北側は、熊野川に面し、また、南側には、東西75軒、約135メートル、南北45軒、約81メートル、深さ1軒半、約3メートルの堀が作られていた。東西百八十軒、 約324メートル、南北115県、約207メートル。城郭の中心として、北東の最高所、標高約60メートルに位置し、北面には、昭和上絵図に記されていない絡め手のマス型古行が、残る。本丸の南端には、天守台が設けられ、三層五階と推定される、天守閣があったと言われる。天守台の石垣は、昭和二十年代に崩壊。 本丸の北西に突き出た長方形の別角で、熊野川や水の手を見下ろす位置にあり、本丸側に面して、入り口の石段が見られる。朝野市の時代には、本丸とつながりその間に縄文があったが、水の市の時代には、完全に切り離され、本丸側の石積みには橋を架けた部分を埋めた、改修の跡が認められる。本丸の南西部にあり、朝野市の時代には二の丸であった。 切り込みはぎ布積みの石垣山姿ここを後が残る。金の丸の西側に付属し、ここを後が残る。東西三十二軒、約五十八メートル。南北二十八軒、約五十メートル。西側の山徳にあり、朝野市の時代は三の丸であったが、水野市の時代には二の丸、上屋敷となり、大手道が北側から松の丸へと通じていた。また、道路を挟んだ。 現在の市街地 NTT 跡には下屋敷があった。二の丸跡には河口岩による三岐積みの石垣が残る。水の手には北側の熊野川に面した船着き場が置かれた。1994年平成6年、水の手で行われた調査において十三棟の墨名屋群跡が発掘され、水の市の時代に備長炭を江戸の市場に送り、 財源得る拠点であったことが認められた。新宮城跡の南西の麓に、詩人、作家である佐藤春夫の父が建てた熊野病院と家があったことから、幼少時より、城石によく登ったことが、小説、万博時代などに描かれている。1906年、明治39年11月、与佐野博士が大石聖之助に招かれ、北原白州。 吉井サム、血の少々らと初めてこの地を訪れた際に読んだ歌。1910年、明治43年の歌集、総門では、海を管理憂れ、憂い引き足らず喜び来る、下れそ涙すや城の夕べに、ダンツール城に登りて、とされている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。